演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はファミリーマートの大満足てんこ盛り弁当を食べたいと思います。本当にご飯だけでなくおかずもすごいんです。ご飯にこれお茶碗2杯分ぐらいあるんじゃないですか。上に置くのはゆかりでしょうか。具材もいろいろ、おかじゃなくて具材じゃない、おかずもいろいろありますね。これは食べ応えありそうです。なんか後が怖くなる弁当ですね。ではいただきます。でもこんなもんって食べられない。まずはご飯が大盛りで、お肉とかもはいっぱいあって、確かにお腹満足するかもしれませんが、いかんせんちょっとバランス悪すぎですよね。こんなにご飯があると、おかずの方もデミグラスとタルタル同時にはいらないかなというような、ちょっとソースが受けるというようになりましたね。ハンバーグはしっかりお肉の味がありましたし、唐揚げやスチクワの一面にコロッケも素材の味があって美味しかったので、ソースはどっちか一個だけでよかったかなと思ってしまったのはちょっと残念でしたね。スパゲティもトマトの酸味がしっかりありましたが、これにもちょっとソースが変わっちゃうんですよね。ちょっと欲張りすぎた感じがあります。上にこのカロリーとかも考えると、こちらも点数とさせていただきます。美味しくはありましたけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞変異違う、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。